ということで、アミマさんのあのかき氷みたいなカフェオレ、あれなんて言うんだろう、忘れちゃったけど、美味しいんですよ。特徴はね、コーヒー牛乳と比較して言えと言われたら、コーヒー牛乳の甘さと苦さのこうバロメーターがあった時に、苦さはね、コーヒー牛乳よりもパッと上がってて、甘さはね、コーヒー牛乳よりパッと上がってるわけですよ。これがね、こう上のところでバロームクロス。あ、もう、ドールゲーだって、テラミナツさんだって、イチコロですよ。で、それを家でなんとか再現できないかなと思ったんですよ。イメージとして一番いいのは、あの、シャービックのコーヒー味があるとね、脳内シミュレーションの結果はね、かなり近いんじゃないかなっていうのは思うんですけども、そういうのもないんでね、グリコさんのカフェオレかなぁと。受け口がね、やっぱ親切グリコさん。これを外して刺すんですもんね。最近のほら、なんかあるじゃん。外さずに刺す系のやつ。あれ、ちょっと難しいね。テトラポット牛乳に慣れてるね、おっさん世代にとってはね、外して刺したいんです。いただきます。うまい。で、そうじゃなくて、かき氷っていうか氷にしたいんです。途中途中気づいてね、それ出してこう、かき混ぜればいいんだけど、完全にガチンガチンになっちゃうじゃないですか。そうすると、シャリッとした感じがね、再現できない可能性あるんで、こういうね、ドリルクラッシャースプーン的なものを、ザクッと入れとけばさ、くるっと回せばいいんじゃない？これで、冷凍庫入れてくるね。なんですかね、甘さと苦さがこう、バッて突出して上でバロム食べ物って言ったら、カラメルですよ。カラメル好きとカフェオレ好きをね、バロムクロスした商品を作れないかと考えてくださってたんですよ。ほらほらほら、グリコプッチンプリン、カフェオレ。わかってるなぁ。しかも、プッチンプリンだからほら、これわかるかな、文明の、見えないね。プッチンプリンなんだから、甘さと苦さだけじゃなくて、文明も抑えていこうと。そういうことで考えるとさ、この前のレコンギスタは断言の500年後っていうの、文明がこう、もう錯綜しても、ねえ、さあさあさあ、さあさあさあじゃない。何やってんでしょうか、テラミナスさんはこれ。後で、ね、凍らして楽しむのがメインなんだけど、一応さ、文明の利器があるんだからさ、パチッ、パチッって言うだけなんだよ、いつも口で。あれ？プッチン行ってないのに降りました。ああ、気が早いね。テラミナトさんみたいですね。おー。こう。行きますよ。結果同じですよ、やっぱり。だからといってね、諦めるわけじゃないんですよ。だってこれはもう乗らないの分かってるわけだから。分かってやってんだからね。いやいや、まだ皿にはね、空き地がありますから。一人と一人ではね、できないね、組体操だって、グループになればできるんです。皆さんの好きな、人間と人間の調和ですよ。まあ、プリンだけどもね。期待を託すんだが、彼に名前つけようか。頭文字取ってね、ププカ。ププカ選手ですよ。なんかすごい選手っぽいね。ププカ選手やってまいりました。挑みます。大舞台の上に立った。もう見てください。ププカ選手が失敗する余裕はありません。もう下は固められてますから。いきます。ププカ選手。おー、こうなるのか。本当にカラメル感あるのかね。パッケージにもね、カラメルがうまさの秘密なんて書いてあるからね。ちょっと確認してみましょうか。うまい。カフェオレアイスを作るためにね、さっさと作業しましょう。途中で噛ませるように、一応こちらにも。じゃあね、これも冷凍してきますから。じゃあね、はい。お、あれかな？もう3時間ぐらい経ちましたけどね。フリスビーゴルフのボールみたいな感じだね。まあ、どっちにしても、両方とも Google マップのピンみたいではありますけどね。サクッと言っといたらいいと思うんですよね。取れた、やっぱほら見て。あれ、こっちもこっちもいけるかな、こっちもほら。やっぱ、プリンは固まるの時間かかるね。うん、うまい。さあ、これ、いける、サクサクになる、これ。いい感じ。うまい。でもやっぱあれだな、もうちょっとバロムクロスしてもらってもいいね。こっちは、こっちももうぐじょぐじょしとこうか。カラメルがもうヒョウ柄見たくなっても。いただきます。はあ、こりゃプリンだわ。コーヒーどこ行ったこれ。おーい、うまそう。あ、こりゃプッチンプリンだわ。強いな、プッチンプリン。うん。え、消していこう。じゃあねっつっても、これまたさ、ビデオ消しに一応上がってくんだけどね。でも一応、じゃあね。